本日最後のパートになります。でこちらでは先ほどの竜巻火災旋風をレンダリングするというところを説明していきたいと思います。で、まあ、レンダリングを行うにあたりまして、ここでは一番最初にですね、パイロベイクボリュームに関するお話を少ししましたが、まさにマテリアルをつけるときにこのノードを使ってシェーディングを行っています。でこのパイロベイクボリュームというのが、シーンビューポート上の表示とレンダリング結果の外観をコントロールするソップノードで、内部にはパイロシェーダーというポップノードが入っています。でコアはそのノードで、そのパラメータを外部に、抜き出してきていて、外部からこのノード、ソップノード上でポップノードにアクセスして値を変更することができるといった、そういったノードになっています。この、パイロシェーダーを内包したパイロベイクボリュームの特徴なんですけども、最近は当たり前になってきましたが、スキャッタリング、散乱による外観の調整を容易に行うことができるという点があります。でスキャッタリングというのは、光や光線が何かにぶつかった時に四方八方へ散らばる光の振る舞いのことを指しています。ここでの散乱とは、爆発の内部が発光する様子のことです。例えば爆発を何か見た時にですね、煙の隙間から光がこう筋のように漏れ出ているというシーンを見たことがある方多いかと思います。よく、爆発の表現というのは唐揚げのテクスチャーみたいな、このようなデコボコのあるディテールに例えられることとか、実際にテクスチャーに唐揚げ使われることもあるかと思うんですけど、イメージとしてはあのようなディテールを再現したいという場合に、このスキャッタリングというボリュームを使って表現するということができます。でこれはユーザー側で何か特別に追加する必要はなくて、もともとそのパイロベイクボリュームの内部的にそのマスクされたボリュームを作ります。でそれがスキャッタリングという名前のボリュームとして使われていて、これが発光するときに使われるというものになります。でパイロベイクボリュームのソップノードの確認をしますと、マテリアルはこちらでつけてるんですけども、こちらパイロベイクボリュームソップを使用してマテリアルをつけているところになりますが、ノードインフォを確認すると、デンシティ、テンパチャー、フレーム、ベロシティ、そしてスキャッターというボリュームが作られていることがわかります。でこのスキャッターというボリューム、これはテンパチャーボリュームがありまして、それをデンシティでマスクしたボリュームデータになります。それがスキャッターとして作成されます。で細かい説明は今回は行わないですが、内部的にはこのように VDB ボリュームの計算、マスキングなどがいろいろ行われてまして、この過程を得て得られたボリュームというのがスキャッターボリュームになります。で煙の密度が濃い部分というのは散乱を抑えます。光の散乱を抑えます。で煙を可視化したデンシティと炎を可視化したスキャッターを合わせて表示して、爆発のこういったクランキーとよく表現されるんですけど、こういった表現を質感を再現するということができます。で今回はですね、炎がメインになってくるので、あまりこの爆発ほど煙の存在というのをあまり強く出したくないという場合はですね、スケール、デンシティスケール、これが煙の密度になりますので、これを薄めに設定をするということがまずは必要になってきます。逆にスキャッターボリュームを使ってこの炎と煙が組み合わされたこの複雑な質感を表現したい場合というのは、スモークは少し強めにスケールを上げ、設定をしておいた方が良いかと思います。で、また、そのスキャッターのランプ、カラーランプがあるんですけども、これは、スキャッターに限った話ではないんですが、例えばフレーム、炎の質感を設定するところというのもありますが、ソースレンジというパラメーターがあります。で、コンピュートレンジ、こちらを押すと、ボリュームが持っている値を参照して適切なレンジを自動で
検出して、それをもとにですね、グラデーションをつけてくれるという機能が、まあ、このコンピュートレンジになります。ただ、内部的にですね、ボリュームの計算を行って、まあ、シェーディングを行ってますので、このパイロベイクボリュームというノードは、まあ、クックする処理、クックが毎回毎回パラメータを調整するたびに行われます。なので、少し、シェーダーのみを設定することと比べて、若干処理は重くなる傾向にあります。で、また、このパイロベイクボリュームっていうのは、単純に色味を割り当てるだけではなくて、ボリュームのデータ自体を操作して、シェーディングを行うというノードになりますので、この MAX Viz Resolution というパラメーターを制御してあげることによって、ボリュームの解像度を変更することができます。まあ、当然、高い解像度ほど、この一つのボリュームデータを再現するのに使われるボクセルの数というのは増大しますので、重くはなりますが、ただその分リアルなディテールを表現することができます。で、このシェーディングにどのボリュームデータが使われているかというのは、バインディングズから確認することができます。スモークはもちろんデンシティです。で、ディフューズ、このカラーリングに CD アトリビュートを使って、このカラーと、ボリュームですね、ボリュームを使って再現が行われています。で、スキャッターというのは、テンパチャーとデンシティを使って、まあ、作られている、マスクして作られているというお話をしましたが、ここにどのボリュームをマスクしているのか。ここではソースボリューム、元のボリュームがテンパチャーで、そのマスクを作っているのがデンシティということが表記されています。で、その結果作られるボリュームの名前がスキャッターということになっています。ファイヤーはテンパチャーのボリュームを使って表現がされています。で、またこのセカンダリーレイというのは、例えば爆発のトレイルの先端を光らせたい場合、その場合はセカンダリー発光用のですね、ボリュームデータを作ってあげて、ここではセカンダリーファイヤーが今オフになってるんですけど、トレイルテンパチャーという名前になっています。このトレイルテンパチャーをソースボリュームをシミュレーション前に作ることによって、そこに対応するボリュームがエミッションするということになりまして、トレイルの軌跡の先端部分が光るような設定を行うことができます。爆発、大規模な爆発の表現なんかによく使われます。でまあ、このような形で設定を行っていまして、ファイヤーの設定は、インテンシティのランプをこのような形で、このボリュームの下から中間付近まで発光するような形で割り当てを行っています。これは結果を見ながらですね、調整する必要があります。で、まあ、このような形でマテリアルの設定を行いました。で、今回はですね、カルマレンダラーを使ってシェーディングを行いまして、このような結果を作っています。で、レンダリングの結果を見るためにですね、こちらの Other Networks、このオブジェクト階層の Other Networks からステージに移動します。そして、こちらのディスプレイのレイアウト切り替えをソラリスに変更します。ボリュームデータを今回は特に USD に書き出さずに、オブジェクトレベルから直接持ってきているので、少し処理が、コンバートする処理が走りますので、若干時間がかかるかもしれません。で、まあ、このパイロベイクボリュームを使って設定したマテリアルというのは、そのままオブジェクトレベルで USD ファイルとして書き出すこともできますし、そのままこのオブジェクトレベルに持ってきて使うこともできます。マテリアルは再度付け直す必要はなくてですね、特別付け直したいという場合はまた別ですが、基本的にはフーディニ側で設定した先ほどのパイロベイクボリュームのソップで割り当てたマテリアルはそのまま引き継がれて、このソラリスのステージ上に読み込まれてきます。ただこの時にですね、先ほど少しお話ししましたが、
ボリュームの形式がですね、フーディニのスタンダードボリュームではなくて VTB ボリュームである必要があります。そこは、コンバートするように注意していただければと思います。で、ここでは新インポートロップノートを使用して、カメラで、そしてトルネードのボリュームで、そしてボトムを追加しています。カメラにバックイメージをつけているので、それをそのままフーディニー側からソラリスに読み込んできています。バイロメントライトのテクスチャーもそれに合わせて入力しています。テクスチャーというところからですね。で、このボリュームエミットというかですね、発光させたいのですね、発光するオブジェクトを作るときはレンダージオメトリーセッティングスを使用して、発光させる対象のソラリス上ではプリミティブということになりますけども、オブジェクトを読んできて、ここではボリュームなんですけど、ボリュームを読んできてプリミティブスのところにパスで入力をします。で、ここで入力されたボリュームに対してシェーディングもしくはライトの設定を行うことができまして、このボリューム自体をですね、発光させたいという場合は Treat as Light、 こちらを Yes にしていただいて、セットはクリエイトをした後に Yes していただいて、ライトソースディフューズ、これで発光の強度を変更することができます。メインの火柱と炎の底の部分で、そしてスパーク、これを発光する対象としてセッティングを行ってます。で、ここにバックグラウンドプレーンとありますが、これは最終的にこういった合成を行うときに映り込みであったり影を落としたりといった設定を追加したかったので用意してます。で、こちらではブルーンロップノートでスモークを一時的に削除して、レンダートルネード、カルマレンダーセッティングス、これでレンダリングのセッティングを行うことができます。アウトプットピクチャーで出力するファイルおよびそのパスを指定しまして、カメラというのはこのステージ上に読み込まれているカメラそのまま読み込んでくることができます。この三角のボタンから現在シーン内に存在しているカメラを選択することができます。細かい設定につきましては、今回はパイロのメインのセミナーなのでご説明はちょっと控えさせていただくんですけども、各要素ごとにですね、書き出しを行いたい場合、ボリュームだけであったり炎の部分だけであったり、もしくはパーティクルだけだったり、出力を連番ファイルの中にですね書き込んで出力したい場合は、こちらのイメージアウトプットの中の AOV という設定から行うことができます。で、最後 USD レンダーロップノードを使用してフレームを選択してスタート、レンダートゥーディスクでレンダリングを開始します。このような一連の操作によってレンダリングを行うことができます。で、もしこのようなステージ上のセッティングが面倒だという場合は、ソラリスではなくこちらのアウトのタブに飛んでいただきまして、ここにガルマレンダーロップがあります。これは先ほどのセッティングのラッパーになります。これを使うことでマントラロップノードと同じようなセッティングを行うことも可能です。で、以上がレンダリングの設定になります。今回の一連の作例というのは、こういった手順を踏んでですね、最終的に書き出しを行って合成を行いました。で、またパイロベイクボリュームといった便利なシェーディング用のノードもありまして、わざわざまたマテリアルを調整し直す必要も実はなくて、もちろん割り当て直すこともできますが、こちらを活用することによってより効率的に作業を進めることもできるかと思います。本日予定しておりました内容というのはこれで以上になります。このようにですね、フーディニ 19.5 ではいろいろな便利な
機能も追加されてますので、ぜひお試しいただきたいと思います。ありがとうございました。